本との関係で順序配慮いただきました。冒頭に東京電力福島第一原発の汚染水問題は、最近の高濃度汚染水の誤移送などトラブルが後を絶たず深刻な状況が続いております。7月11日の原子力規制委員会の作業部会ではまた別の問題も議論されたということを伺っていますが、東電からこれまで採取した汚染水の計測方法に誤りがあって、昨年8月に発覚したタンクからの300トンの汚染水の放射能汚染濃度は 3.5 倍に修正をする、昨年7月に採取した海側の井戸からの汚染地地下水というのが当初の公表時の約44倍に修正したという報告があったと承知しております。しかも重大なのは全ベータとストロンチウムの90の測定値が矛盾するということで、東京電力がストロンチウム90のデータを半年間も公表しなかった上に、今年になってから全ベータの公表値に誤りがある可能性を明らかにしたことであります。こういう問題いっぱい出てきている。そこで田中委員長に伺いたいんですが、この国が前面に出ると、再三政府も言ってきた。そして、そういう状況でありながら、依然当事者能力ゼロの東電に任せっぱなしの結果がこれだと私は率直に言いたいと思うんですね。で、田中委員長は、東電のそうした対応ぶりも含めてですね、この間東電の社長ともお会いになったり、いろいろやってこられたと思うんですが、依然として汚染水をめぐる一連の事態が続いている、深刻になっている事態をどうご覧になっていて、原子力規制委員会としてどう役割を発揮しているというふうにおっしゃるでしょうか。お願いします。原子力規制委員会田中委員長。お答え申し上げます。先生ご指摘のように、東京電力福島第一原子力発電所の状況、今までいろいろ廃止措置に向けてさまざまな応急対策を含めて、取り組んでいるわけですけれども、依然としてリスクが非常に高いという、状況でありますので、私どもとしても最大の注意を払って、注視しながらその事故防止に努めているところであります。私も廃炉汚染水対策関係閣僚会議の一メンバー、規制当局の一員として参加して技術的専門的な助言をさせていただいていますし、その下 の, 部会にも私どもの審議官が参加している。それから規制する立場にありますので、汚染水対策検討ワーキンググループを私どもの中に作りまして、汚染水流出防止対策等の実施状況について評価し、必要な技術的助言を実施し、また現地においても放射線計測に関する技術的指導助言を実施しております。で、先生ご指摘のように、こういった放射線計測の誤りとか不適切な扱いについては私どもの外からも専門家をご協力を仰いでご指導をいただいているというような状況でございます。で、さらに3月20日、これは昨年の10月にもお会いしたんですが、3月20日に東京電力の広瀬社長と私が直接面談しまして、社長よりこの1F 原子力発電所、第一原子力発電所の緊急安全対策、これは昨年私の方からいろいろ申し上げました、お願いしました。その進捗状況を受けたところでございます。一定の進歩をしていると、進捗はしているというふうには判断しておりますけれども、なお引き続きリスクが高い、いろんなことが起こっておりますので、そういったことを防止するために引き続き最善の努力をしていただくようお願いしたところでございます。笠井君。最善の努力ということでありますが、それも基本的な望み方という問題と合わせて、やっぱりそれにふさわしい体制という問題もなってくると思うんですが、そこで原子力規制庁の職員室なんですけれども、原子力安全基盤機構ジェネスとの、統合によって約全体2倍に増えたということでありますが、その下で汚染水対策にあたる規制庁の職員というのは現在何人おられて、そしてこの間どれだけ増えたというふうに数字的になるでしょうか。田中委員長。